皆さんこんにちは。こんにちは。ウーアチャンネルのしろっこです。ペコです。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、はい、久々の遊戯王オリバ怪物と。あ、もう久々。久々でしょ？結構久々ですね。で、今回紹介するお店が、はい、新規店舗が。お、新しいところですか？新規店舗となっております。はい。オリバ専門店、ドリモグさんから。ドリモグ？ドリモグさん。ドリモグ、どういう意味なんだろうなっていう。言うからね、こちら、購入させていただきました、はい、こちらがですね、1パック1000円で3分の1で当たるオリバーとなっておりまして、3分の1か、はい、発送が非常に早かった。あ、対応早い感じですか。そうですね、はい、で、はい、こちらの商品ですね、はい、3分の1で大当たりが入ってまして、はい、まあ、ラインナップ多分画像で出てると思うんですけど、はい、すごいんですよ。なるほど。本当に出るのかって。そんなの、そんなの3分の1で本当に出る。写真で写ってるもん、出んのみたいな。あ、なるほど、ね、1つ1000円だよ。1000円でさ、はい、普通のショップとかで置いてある1000円ガチャとか入れたらもうクソみたいに出てくるんじゃん。わかる、わかるでしょ。クソみたいなカードウィンって出てくるじゃん、はい、じゃあそれで、じゃあ、まあ、今回3分の1なんで、はい、6パック購入したんですけど、はい、3分の1で当たるのは、まあ、実質2パックはあるよね、まあまあ、当たるよねっていう考え方になるじゃん。まあ3本当に入ってればね。そうそうそう、はい、写真の中のものが本当に入ってれば、はい、当たるよねっていうことになって、はい、2枚当たりますね。当たればバックアドちゃんと考えても、まあね、はい、なんで入ってるんですか。そう、それの継承を込めて、はい、まあ、下げられたら下げられたらちょっとだいぶ騒ぎますんで、まあそうですね、騒ぎますね。で、ちょっとですね、はい、この裏に書いてあるこのドリモグって書いてある文字可愛く彫ってるんですよ、これ非常になんか女の子なの。女の子ですかこれ。こんなことしないですよね、男が。こう、女の子疑惑がまたワンコインさんに続いて浮上しましたね、これ。女の子多いんですね。なんで女の子多いんじゃないですか。もうなんでも女の子って言ってるわ。じゃあ、開けていきます。はい、あ、手紙が入ってる。あ、うわ、この度はオリバ専門ドリモグより購入いただきましてありがとうございます。またのご利用お待ちしております。オリバ専門ドリモグ。あー、うわ、うわ、それなんか、これなんか女の子に増したな、これ。すごい女の子やろ。だって女の子が書く手紙やんか、これ。これあれや、小学校の時回ってくるやつや。そう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 、回ってくる手紙のやつや、これ。うわ、で、肝心なのはそんなんじゃないよ、まあ、そんなのどうでもいいよ。別に男だろうが女だろうが、まあね、勝ちゃいいんだよ。当たりゃいいんだよ。当たりゃいい。なにこれ、もうこれ女の子、これガサツ。これどういうこと。ガサツだけちゃんとしてて、こっちガサツやんの。ガサツ。興味ないんですか、カードに。まあでも、あ、でも中のスリーブとかはすごい綺麗に入ってるし、ここのクッションも入ってるんで、まあ多分これずれないようにしてるんだろうね。ああ、そういうことっていう感じではある。まあただ普通にこの何もない封筒にボンって入れてるわけじゃなくて、クッションが入ってるんで。ああ、でもなんか嫌だな。変更よろしくお願いします。変更よろしくお願いします。これ何、何。あ、え、全6パックだよね、これ。6パックでいいんだよね。で、これ明らかじゃないの。これもう分かっちゃうんじゃないの。全6パックあって、はい、ローダーが2個ある。ローダー2個とスリーブ4つってことは確率通りってことかだよね。2つローダーっぽいのがあるから、まあ、3分の1、3分の1っぽいじゃん。当たってるかもしんないじゃん、うん、当たりだったらこう確率通りだよね。そうですね、この比率的に言えば3分の1です、ね、相当ローダー怪しくないじゃん、これ。ローダーに入れるってことはもう当たりしかないんじゃないの。だよね。当たると思うけどな。まあ、ちょっと紫からいく。まあ、まあ、ちょっと2パック、あ、じゃあ、それこんな感じでいいですか。あ、こっちで。どっちがいい、どっちにする。いや、もうここに置いてあるんで、これは。うわー、じゃあスムーズかつ円滑に進めるためにですね、はい、もうペコさん一人でいいですか。別に負けちゃっていいの、これ。外した時はでも全責任を。なんでや、それプレッシャーやんか。はい、じゃあこっから外れから外れと思われるとこからね。外れか、どっちだ。多分ね、数が多い方が外れだと思う。こっちか。うん、いきますよ。はいはい、やめ、あ、スーパー。え、うわ、300円ぐらいだ。あ、スーパー。はいはい、スーパー。あら、あれ、スーパー、あれ、え、こっち、こっち、外れ、これ、これ当たりなんじゃない。マジでこれ当たり。せーの、はい、外れじゃんね、これ。あ、でもまあ900円ぐらい。あ、まあこっちの方がいいじゃん。あるかな、900円から1000円ちょいぐらいあるよね。あるね。あ、じゃあちょっと並べてもらっていいですか。アド、まあでもアドなんで、これ当たりなのかな、当たりがこっちなのかな。え、そんなことある。ロコさん言うてんのに。え、じゃあちょっととりあえず全部開けてみよう。はい、いきまーす。出たらしょうがないよね。あ、こっちも、ね、こっちも、はい、いきますよ、はい、せーの、はい、余裕は再生機構。最近のやつめちゃめちゃ持ってるんだよね、俺。はいはいはい。あ、でも有料だね。これで800円ぐらいはしますよね。そうですね、これ次第、これ次第で、はい、
せーの、はい、まあ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 、こっちが外れなのかな。あ、1枚が外れなので3枚セットなのかな、基本が。あ、そういうこと、そんな感じなのかな。なるほどね、うん、じゃあ次。あ、でも負けてないよ、そんなに。負けてない、まだ全然負けてない。え、どっちかいく、3枚からいく。3枚、あ、まあとりあえずもうベロって言ってんじゃない。1枚はいっぱいなの。おー、あ、これベロ、ホロ、え、ホロ、ホロ3枚。あ、違う、あー、びっくりしちゃいわ。今ホロ3枚だとすごかったね。あ、まあでも、でもまあちょい勝ちぐらいはしてんのかな。うん、そうだね、あの買う価格だと、うん、ここが一番しょぼいね。そこがもう最悪だね。これは最悪だけど、まだまだそんな負けてない。はい、まあ4000円使って、まあ3500円とか、うんうんうん、そんぐらいだよね。うん、じゃあ4000円目いきます。また3枚、おお、あ、いいいいいい、もしかしてこれ3枚セットじゃないの。ほら、うわ、スーパー3枚、うわうわ、1200円ぐらいある。え、これでいいじゃん。なの、全部なんでこれにしてくれないの。これでもどうせ外れか。それはもうゴミでしょ。なんでこればっかりなのよ。どうしてもこの最後の蓋なんだろうね、これね。これが蓋の、これ折りパン、折りパンしてる蓋なんでしょうね。ノーマルカード的な扱いな。じゃあもうノーマルでいいじゃん。まあノーマル、まあいいか。まあいいよ、ノーマルやるか。いい、これこれどっちからいこうか。じゃあまあこっち半分が僕のなんで、はい、俺のからいく。こっちからいく。はい、行きましょう。ここ交換モンスターですよ。いきます。何が来る。えい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 、え、何これ、ムカつくわ。なんかなんかムカつく。何なのそれ。これいいの。こっちは、そっちは、こっち、はい、そっちやないか。当たり、うらら、うわー、でもあ、んこっちやな、当たり、当たりやな。これではないでしょ。なんでこっちのおじさん残したの。いや、知らないよ、わかんないんだもん。これなんなの。これ高いの。安い、いや、安いでしょ。安いのこれ。安いでしょ、それだってもう、なんか絵が昔それな、これ。見たことあるもん。やられた感がすごい。やられた感がすごい。なるほどね。まあでも、うらら、うらら当たりましたね。うん、じゃあこちら、もう一つの。うわ、じゃあこれが当たりなの。でもこれ、一応これも当たりだけどね。お、ん、いきますよ。はい、ほら、リンク見えてるよ。お、ガイアセイバーとかじゃない。あ、違うか、ガイアセイバーの宿とか。ガイアセイバー、いやでも一番の当たりがダブルヘリックスやったんですよ。はい、サブテラマリスとか。はい、うわうわ、もう見えてるやん。うわ、マジ SP って書いてあるよ。これはマスか。 SPY 来た。うわやばっ。え、めっちゃいいカードじゃないこれ。え、6000円でしょ。やばっ。え、これ6000円。いや、これが今あの4500円とかで、あー、めっちゃ、だってこっちは、そっちは、こっちまたあのモアイじゃないの。あ、違う。あ、でも宿だ。なんだこれ。あ、でも宿いいね。うん、まあ宿、まあまあまあ蓋なんでしょうね、それも。あ、これも蓋なのか。はい、だってもうこの2枚で元取れてる。あ、6000円か。そうそうだね。で、あとこれ全部無料だとしたら、めっちゃいい。いいね、これ。え、でも1000円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 ぐらいで考えたら4000円ぐらい、もうアドアド、ね、アドアドになっちゃってるよね、これね。個人的にはハズレでこれが一番嬉しいかな。あ、まあこれね、ハズレ、ハズレなんだろうなって思いつつ、ハズレなの、そもそもこれ。いや、あのね、あの説明文に書いてあったんですけど、はい、ハズレでもアドが取れたりすることがあるって書いてあったんですよ。なるほどね。だから面白みがあるんじゃないかなと。うわ、めっちゃいいんじゃないこれ。なかなかここまでできないよね、ハズレに力入れるのは。うん、これまず得するやん。大丈夫なんすか、こんな入れて。値段的にはね、だってハズレで負けてないからね、あんまり。そうなの。ハズレで負けてないで当たりを求めちゃうと、もう勝ちが。大丈夫ですか。運営大丈夫ですか。いいのかな。めっちゃいいラインナップです、これ。ラインナップですね。はい、はい、ということで戻ります。戻ります。はい、ということでどうでした。いや、良いです。単純にも嬉しい。あの、まあ、当たりを引いたことっていうのは、はい、まあ、あるんです、正直。結構そうですね、結構引いたことありまして、あの、はい、放送回でもね、結構オリバーとか、うんうん、買ってるんで、はい、あの、その当たり外れっていうのを味わってきたんですけれども、はい、まあここら辺はね、あの、春うらら祝とか僕たち引いてきたんで、はい、まあまあ、まあ、うわ、当たって嬉しいなっていうような感じなんですけど、はい、外れが強い。外れがね、結構いいカード入ってる。外れが強い。まあおそらく外れなんだろうなっていうパックに入ってるカードが、はい、非常に強力だったんで。強力ですね。これはね、結構おすすめだと。なんか外れた感しないんで。そう、なんかこう、あーっていうのがない。なんないんで、おおってなる。おお、あ、もう当たりなのか外れなのか分かんなくなるような感じ
になって最終的にローダーが当たりだったんで、はい、めちゃくちゃいいです、いいとは思います。まあ、はい、ちょっとこれでね、もし自分たちが買ってみたらダメだったよってか言ったりしたら、まあ、僕たちにねご連絡いただいたら、なりすまして買ってみようかな、そういう時は。ああ、なるほどね。検証、はい、また検証してみたいと思います、はい、でこの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。